はい、皆さんこんばんは。おしゃれでございます。アークやっていきましょう。でね、まずご報告。はい、ずっと前からねブリーディングしてたギガノツサウルス、ようやくブリーディング終わりました。やったね。ようやくだよ。いや、時間かかったわ本当で、ステータスなんだけど、まあぶっちゃけて言うとそんな高くない。はい、あのそんなに高くはない。うん、あのメレー220なんだけど、この220ってね、あれなんだよ、あのこの間テイムしたこのギガノとあののスイカよりちょっと高いくらいなんだよね。スイカがテイムした段階で命令215あったから、それを考えるとまあそんなに高い個体ではないね。もうなんかようやく平均なところに収まったかなっていうぐらいの、まあ性能だね、性能。うん、まあそれでもね、あの一応ブリギガだし、他のギガの人たちに比べりゃステータスは、まあ、高めだから、まあしばらくはこの子を主軸で使っていくかなといったところで、一応まあ今日はまだやらないけど、このあと、スイカとこの子をブリーディングさせて、また新しいブリーギがね、まあスイカの命令を受け継いでくれれば結構いい命令個体が生まれると思うんだけど、まあそこら辺はちょっとあれだね、運次第って感じかな。まあとりあえずこの子と、まあ、スイカでブリーディングを何回かして、まあいいギガノと揃えていこうかなと。まあどっちみちどうあがいても緑なんだけどね。で、ハロウィンイベントも終わったばっかりなのにさ、また実はイベントがアークに来てさ、あれなんだよね、ターキーイベントっていう、なんか七面鳥のイベントが来たんだよね。うん。で、まあ、いつものイベントと同じような感じで、まあ、イベントカラーが出現したりだとか、特定のアイテムを集めてアイテムが作れたりだとか、まあ、イベントアイテムが作れたりとか、そういったものの、まあ、イベントだね。まあ、いつもと変わらん。ただ、特別なモンスターとして、あの、ターキー、スーパーターキーっていう、まあ、要するに七面鳥が、枠らしい。でこの七面鳥はなんかどうやら堂々と同じような脇スポットに枠っぽくて、まあ噂によるとかなり強いらしい。うん、噂によるとかなり強いらしいんで、あの堂々と同じような大きさなのに、もうそのなんか破壊力っていうか、そのね、あの強さはもうかなり強いらしい。なんか噂によると拠点が丸ごと1個壊滅させられたとかいう話も聞くぐらいだからさ。うん、ちなみに、あの、話を聞く限りだと、なんかね、こう、テイムした恐竜の攻撃を10分の1にするらしいんだよ。うん。だから、例えば、あの、超高レベルのティラノサウルスとか、スピノサウルスとかで、まあ、ぶん殴りに行っても、例えばダメージがなんかすごい、カスダメしか入らない。それこそなんか、20とか30くらいしか入らないっていうのがすごいザラらしいんだよね。メレー個体で育ててたとしても。うん。で、あと、あの、体がちっちゃいから、ワイバーンとかも懐に入られてブレスが届かねえって言って、まあちょっとやりづらいみたいな、そんな感じらしいんだよ。で、あとね、もう一つ厄介なのが、スーパーターキーと敵対すると周りにいる草食動物とかもみんな敵対するらしいんだよ。だから、スーパーターキーを相手にするイコール周りの生物ももう一気に相手にしなきゃいけないみたいな、そんなノリらしいんだよね。ああ、ちなみにそのスーパーターキーを倒すと、あのアイテムが落ちるらしい。今回のイベントアイテムのね、まあこれね、はい、これ今回はなんかこれ鎖骨っていうアイテムが手に入るらしい。あ、これはあのハロウィンイベントの時の骨なんだけど、まあいやいや。で、この鎖骨を集めると、まあいつも通りなんかこれこんな感じでね、いろいろ作れたりするとこれ何、これやべえな、これ Thanksgiving Candy。 あ、これキャンディーなの。どうやって食べてこんなの。まあなんかね、こういう、まあまたね、あのいいブラジャーじゃねえや、いいあのブラジャーじゃない、いいあのこういうね、こうね、あの水着、はいはい、あのちょっと動揺してるわ、ごめん、動揺してるけど、まあそういうのが手に入ります。あとはなんか、まあなんかよくわかんないハットが手に入るのかな。これなんか面白いね、これターキーハット。あ、これがターキーだね、こいつで。あとはまあエモートが手に入ったりとか、まあ本当にここら辺はまあマジでね、あのいつものイベントと変わらん。で、目玉はこれよ。はい。サモンドードーレックス。これなんだかわかる？まあ、名前の見ての通りわかるんだけど、これドードーレックスを呼び出すアイテム。前回のハロウィンイベントが、時間で出現するドードーレックスだったのに対し、今回はドードーレックスをアイテムで呼び出すことができる。なんとドードーレックス続投です、イベントに。はい。ただ今回は、仲間にできるらしい。前回のドードーレックスとかドードーワイバーンはテイムできなかったんだけど、今回のドードーレックスはどうやらテイムができるらしい。だから鎖骨を400本集めて、これこれでドードレックスを呼び出して、なんだろう、わかんないけど倒すのか、それともなんかタイタンみたいになんかその なんか V かなんかを攻撃して転倒させて、それでその隙に
なんかテイムってかできるのか分かんないけど、まあ、とにかくテイムできるらしい。だからとりあえず今回のイベントの目玉はこれだね。うん。というわけでね、今回は、このね、新しく、ね、もう戦力に加わったブリギガに乗って、ちょっとね、キングターキーじゃねえや。そのターキーくんをね、ちょっと倒しに行ってみようかなと。ちなみになんだけどさ、実はターキー一つ弱点があって、まず、テイムした動物の攻撃を10分の1カットするだけだから、例えば、主人公が直接的に攻撃を加える分には普通のダメージが入るらしいんだよ。あくまでテイムした動物だけ。あくまでテイムした動物だけをなんかダメージカットしてくれるっていう、そういうやつらしいんだよね。だから主人公が攻撃すれば普通にダメージは入るっていうやつ。ただ周りの草食動物とかが敵対するからあんまりおすすめはしないよねっていう話だね。でまあイベカルのブロンとかなんか湧いたと。今回はなんかね、あれなんだよね、前回のハロウィンイベントみたいな感じでなんか 赤が多いらしいね。赤が、どっちかというと今回は赤系統が多いっぽい。やばいなぁ、もう防御ユニットめっちゃ湧いてんじゃん。まあいいとし、まあそれはいいや。ちょっと借りながら説明するけど。で、あともう一つ、その七面鳥に対して、かなりいい攻撃っていうのが、このギガノトの攻撃です。まあギガノトサウルスってね、あれなんだよ、ほら、本来ダメージを大幅にカットするロックエレメンタルとかの攻撃も、ダダ通りで、通すことができるんだよ。で、その特性がどうやら今回も生きてるらしくて、なんかね、こう、本来10分の1カットするはずのターキーの攻撃の防御力ですら貫通してくれるらしいんだよね。だから今回はこのねギガノトでターキーを狩りまくるっていう、そういうやつだね。あとはまあやっぱりこれどんなもんか知りたいじゃない。拠点を丸ごと壊滅させたという噂のターキーの実力というものを知りたいじゃないですか、やっぱ。でさ、ごめん、話してる途中だったから何も言わなかったんだけどさ、強くねこいつ、この子ワンパン1100出してんだけど。嘘だろ。あ、やべ、ブロンド殺しちゃった。あ、まあいいや、別に。嘘だろ。この子、ワンパン1100出してんだけど。強っ。命令個体じゃない、適当な、なんかブリーディングみたいな感じになったのに、ここまで強くなるの？やば。あ、待って待って。あ、出てきた、出てきた、出てきた。出てきた。これだ。ターキー出てきた。ターキーだ、ほら。出た出た出た、ほらスーパーターキー、こいつだ。 あっという間に出てきたじゃん。よしやろうか。待って、あ、いるいる、懐、よし。じゃまずちょっとダメージ受けてみようか。まず拠点を壊滅させたという噂の、てか歩き方かわいいな。55だって、やば、火力やば。あ、通るね、ほら。あ、ちなみにね、耐久力もさることながら体力もかなりやばいらしい。なんかね、なんか何万とかあるらしいんだよね。だからね、かなり殴らないとやばい。ほら、見てこれ。この強さ、見てこれ。これ、ほら。あ、倒した、倒した。スーパーターキー。あ、レベル250だって。あ、そっか、レベルは250固定だったっけ？あ、ちょっと忘れちゃったけど。ちょっと体力見てみようぜ。食べちゃダメよ、ほら。はい、これ。スーパーターキー。体力19600だって。やばっ。わかる？俺、この恐ろしさ。わかる？体力、19600、2万近くなんだよ、体力。体力2万近くなんだよ。体力2万近く。体力が2万近くあって、他のテイム動物の防御力？防御力じゃない、攻撃を10分の1カットするんだぜ。つまりどういうことかっていう話なんだけど、まあ、カスダメで30とかしか入らないような状況なのに、なんか、19600を削り切らなきゃいけないんだよ。それがどんだけ絶望的な状況か、多分、もう、語るべくもないでしょ。みんな想像してみ ?30 しか当たらない攻撃をさ、19600を削り切るのにどんだけやらなきゃいけないと思う。辛すぎるでしょ。あ、そうだ、今回のね、あれ、ちょっとイベントカラーなんだけど、あー、また殺しちゃったよ。今回のイベントカラー、さっき赤系統が多いって言ったじゃん。実はなんか今回白、なんか、アルビノっていうのかな？なんか白いやつもあるらしくて、どうやらカラーリングによっては、アルファ生物に近いものが出るらしい。あと黒もあるから、黒、今回のイベントから黒っていう、黒とかグレーがあるらしいから、だから赤と白とか赤と黒とかそういう風になると、どうやらイベントカラーがアルファっぽくなるらしいっていうね。そういった意味じゃ今回のイベントはかなりね、なんかカラーリング的にはなんかなかなか美味しいんじゃないだろうかっていう話。あ、鎖骨手に入ってるね、これ2本か。あ、とりあえずあれメレ上げようぜ。もう9レベルも上がってるわ。これでさらに火力アップじゃ。強くね？え、うちの子強いんだけど。
あ、ターキーいっぱいいるじゃん、ほら。ほら。あ、かわいい、ほれ。え、こうして見るとかわいいね。ほら、見てこれ、イベカラのターキーよ、イベカラターキー。ほら。いや、動きかわいいな、これ。イベカラターキーだ。てか、まあ、あれだよね。このターキーもうまいことやったら、またアルファっぽくなりそうだけど。いやー、250か。ふえー。いや、ちょっとあれか。行ってみましょうか。あ、やべ。この252体ですら、うちの子は蹴散らしてくれるのか。体力がね、なんか体力若干落ちてんだよな。回復しきらなかったんだよね。ブリーディングの、あれ、成功したとき。まあ、いいけど。まあ、トリアックさん思ったんだけどさ、裂傷ダメージとかないのはまだ救いだよね、これ。え、ターキー何匹いる ?2 匹だよね。オッケーオッケーオッケー。さすがに3匹とか怖すぎるぜ。よし、やってみよっか。じゃあ、もう一発。あ、ターキー3匹いる。よし、しょうがない。こうなったら3匹まとめて蹴散らすしかねえ。あれじゃん、うちのあれだよね。うちのこのさ、成長記念、成長記念にはふさわしい相手だよね。まあ、さしずめ、入学式といったところでしょうか。おお、入隊式か。あ、あっという間に倒せたわ。やーべえ、うちの子強え、めっちゃ強え、うちの子。さて、あとね、ちょっと試したいことがあるんだけどさ、あれ、冒頭にも言った通り、スーパーターキーは敵対すると、周りの生物も一緒になって敵対するっていうのが、まあ言ったじゃん。あれ、起きてないよね。まあ周りの生物がなんかみんななんか逃げ出しちゃうタイプのやつだったっていうのもあるんだろうけど、例えばトリケラトプスとかステゴサウルスなんかだったりすれば、向かってくるんじゃなかろうか。待てよ、例えばなんだけどさ、これターキーをさ、あれ、敵対させて、エンフォーサーは攻めてこないのかな、そういえば。ターキーをまあ攻撃するじゃん。あ、来たわ、ほれ。ちょっと待って、例えば、このターキーが敵対したまんま、行ったりするとどうなる？いや、特にはないかな。いや、待った、この状態でもう一回ターキーに攻撃してみよう。そしたらエンフォーサーが実は。あ、来たわ、ほれ、2体とも。俺、あれだ。敵対したわ。ちゃんと。ああ、なるほどね。あ、アンキロでいいじゃん、アンキロ。アンキロが近くに湧いたわ。じゃあ、スーパーターキーもう一回攻撃してみて。あ、来てる来てる来てる。アンキロ来てるわ、ほら。攻撃してきてる。てか、スーパーターキーすげえ湧くな。また3匹ぐらい湧いてんじゃん。うわ、湧くな、おい。いって。やっぱりさ、これさ、やっぱギガノとさ、でも調子乗ってるとやっぱ殺されるね、これ。あ、他のターキーも来たぞ、これ。あ、他のターキーも来たわ。あ、じゃああれか、もう。やばい、これさ、拠点が丸ごと壊滅したっていうのもなんかうなずけるね、これ。こうなってくると。え、まさかフィオミアも襲ってきた。いや、これさ、うなずけるね、ほんとに。何匹かでさ、一気に来られるとこれ、おしまいじゃん、もう。ちょっと最後にさ、あれだね、やっぱ実際に見せようぜ。そのターキーがさ、ティラノサウルスとかでやると、どんだけ苦労するかっていう。で、まあ、万が一にでもティラノ殺されたりすると嫌なんで、万が一にでもティラノが殺されたりすると嫌なので、一応ギガノと連れていくと。てかさ、見てくれ。このティラノ257で今体力1万6000だぜ。あ、こいつより体力多いんだぜ、ターキー。ふざけてんだろ。じゃあ、このティラノが普通にフィオミアさんとかだったりすると、まあ213攻撃が当たります。はい。これが213ね。低っ。さっきのギガルト見ちゃうとマジで低いな。まあとりあえずいいとして、まあ213攻撃が当たりますと。じゃあ、これがターキーに対するとどんなもんになるかというと、さあ、行ってきましょう。ここにターキーがいるんで、見えないけどね。これで見えるかな？あ、いたいたいた。これがターキーですね。で、ターキーにダメージを当てるとどうなるか。これ。ほら。21しか当たんない。ほら。ほら。で、ほら、周りの生物も来るっていうね。で、こうなるから、待って待って。やばいやばいやばい。
まあこんな感じになるからあれ危ないよっていう。ほらティラノがめっちゃ攻撃受けてるでしょこれ。ほら早く倒してあげないと。ほらこれよ。はい、スーパーターキー終わり。はい、分かったでしょ、これがスーパーターキーの強さよ。この257レベルくらいのティラノぐらいじゃどうしようもないです本当にね。体力をミスミス持ってかれただけ。どうしようもないことが分かるでしょ、他の普通のティラノサウルスとかが相手にするんだとしたら。これがスーパーターキーですよ、強い。で周りの生物も敵対してくるからね。マジさ、ギガルトいないと終わりじゃねこれ。ギガルトだとさ、ほら周りの生物もさ、一緒になって倒せるからさ、いいんだけどさ、ティラノとかだったりするとそういうの、そうもいかんからさ。じゃあまあ最後になんだけど、あれせっかくこれ鎖骨集まったからなんか作ってみよっか。あ、これ作ってみようぜ、これこれ。あ、これも消耗品って書いてあるのか。あ、そうか、これキャンディーだもんな。クラフトディスメイクランダムディノキ、あ、なるほどね。あ、ディノ、ランダムディノキャンディーか。なるほどね。あ、じゃあこれ作ろうぜ、これ七面鳥のこれターキーハット、これターキーハット作ろうぜ、これ。え？うわなんだこの、え、なんかちょっと残酷じゃないこれ。これターキーの剥製そのまま帽子にしてるんでしょ。わあ、世界って残酷だった。